自分からスポーツを取ったらどんなことができるんだろうって考えた時があって、そうではなくてスポーツをしてきたからこそ自分が社会にできることっていうのがあるんだよってことを気づかされた。挑戦を続けるアスリートの情熱は見る者を魅了し憧れを生む。このような素晴らしい後輩がこれからも次なる未来の子どもたち人たちに大きなエネルギーを作っていくんだなと、とても楽しみに思いましたし、ぜひこれからも頑張ってほしいと思います。本当におめでとうございます。憧れは目標となり、目標は人を突き動かす。今まで自分がスポーツで支えられてきた人に、次は自分が何かを返す番だっていうふうに今思って、日々の努力が人を成長させる。目標を立てて実行して反省して、その中でこう遂行体験をずっと重ねてるから、どんどん成長していくんじゃないかなっていうふうに思う。挑戦と向き合い続けるアスリートの情熱が今社会に求められている。今こそ動き出そう。その情熱はきっと未来を作る力になるから。目を覚ませ、あなたはすでに誰かの憧れだ。ヒーローズはアスリートの社会貢献活動を推進。スポーツでつながる多くの方の関心や行動を生み出します。3つの事業でアスリートの活動を支援。ヒーローズアカデミー。スポーツを通して培った能力や経験が社会に対して最大限に発揮できるようサポート。ヒーローズアクション。アスリートがスポーツの力を社会で実践発揮できる場を提供。ヒーローズアワード。スポーツやアスリートの力を活用したロールモデルとなる社会貢献活動を表彰し社会に発信。これらを通じてアスリートの学習、実践、評価の機会を作り、スポーツの力で社会課題解決の輪を広げます。誰かのため、社会のため、未来のため、スポーツの力で社会を豊かにするために、アスリートたちが立ち上がる。